大家族フォーサイスケの長男有馬と次男のオリトとジョーとノーラ、今日はね重大発表あるんですよ。有馬の園長はねこんだけたくさん動物飼っとんだけど、まあ、なんとこの度母国のオーストラリア、オーストラリアめっちゃ好きなんよねーオーストラリア好きなそんな好きなオーストラリアに帰ることが決まってません。帰れないか帰るんだと思ったわ、オーストラリアに帰る。帰りたいよねっていう話はね、まあしたことはあるよ。あ、そういうことはある。したことはある。俺、キャリアとこととか考えて、まあ、日本におるのも、もういいかなっていうふうに思うこともあるし、家族がおる、オーストラリアに帰りません。帰るのかい。俺は絶対まだ帰りません。ってことは、ってことはオーストラリアに引っ越すことにしました。おーおー、ジョーがオーストラリアに引っ越す。引っ越します。なんと、え、それは冗談じゃなくて、ジョーだけに冗談ではない。冗談ではない。オーストラリアはシドニーに引っ越して。おー、でもこれはね、もうめでたいことですよ。めでたい、うん、めちゃくちゃ大きい決断よ。どれくらいの期間考えとった？1年は考えとったね。ちょうど1年前の重大発表の時に、うん、イオリがね、行ったもんね。いろいろ考えることあって、うんうん、一番大きな理由はイオリと離れて暮らしとってやっぱりいろいろ大変やったし、うんうん、寂しい思いもするし、うんうん、コロナで1回も会えてないしさ、うん、いろんな年代の友達がいて、60歳の人とか70代の人、80代の人とってやっぱその人たちと話すと、70代になった時に何が一番良かったかっていうと、うん、大切な人との思い出とかね、やっぱオーストラリアに今引っ越したいなと。よりと一緒に暮らすっていうことも一つで、うん、あとはオーストラリア人でもありながらオーストラリアのことそんなに知らんなと思って、大学オーストラリアに行ったし、小学校の頃も住んどったけど、もっとオーストラリアのこと知りたいと思って、日豪若手対話っていう日本とオーストラリアのリーダーを集めた会議に参加して、うん、やっぱあんまり普段今の仕事でオーストラリアに関わってないから、うん、もうちょい関わりたいなと思って、まあ、それでこのタイミングで挑戦しようと思ってオーストラリアに行くことにした。サシャ、リリー、サシャがショックで出ていきました。ショックでなんか物に当たっとる。バン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 物が。いつって言ってんくらい？3月の末に。めっちゃすぐじゃん。でもシドニーってことはね、イオリが住んどるとこだし、今日もイブキもアオバもおるってことは、え、最初はさ、ね、フォーサイスケシェアハウスに合流するんやね。合流するよね。うわ、その動画も楽しみじゃない。シドニー組のノリについていけんかもしれんな。シドニー行って、え、仕事とかはどういう感じ？まあ仕事の話に関しては自分のチャンネルでも動画を出そうと思ってるので、うん、ここで詳しく話します。また一人日本からオーストラリアへ行くっていうことで、フォーサイスケのメンバーが次々にオーストラリアに行ってね。俺らはね、もしかしたら帰るかもしれんけど、また日本に帰ってくるメンバーも今後大いにあり得る。おるかもしれない。誰が来そう？まあ、ウリューはまだ大学入ったばっかりだけ4年ぐらいは帰ってこんけど、イブキ可能性としてはまだ学生をしとるメンバー、イブキ仕事始めたばっかやない？あ、そっか、始めたばっかだけすぐには誰も帰ってこない。ウッくんも仕事決まったっていうか面白いし、イブキもトレーナーになれたし、で、アーバもまだ学生をするっていう予定だけ、当分はない。Laura, how was it like moving to Japan from Australia? I think it was tough because I didn't really understand any Japanese. It was so tough mentally. I was so nervous to even order food by myself and then miss my family. But I got used to it after a few months. I think you did really well in terms of your mental state. I had you and Yuri. Yeah. Stayed with Yuri for a bit, so.Family is a big thing, right? You have a family over there. By yourself, だったら大変だけど、ジョーはまあイオリと俺、フォーサイスケがおる住む場所があるところに行くけ。親戚もね、シドニーにおるし、ね。しかも大学もシドニーに行っとるしね。ね、そういう意味ではファミリアなね環境だし。ある程度ね。大学の頃はあんまり大学敷地内から出てなかったから。でもスペインに俺半年ぐらい一人で行ったから、言葉わかんないでしょ。それの方が絶対多分。なんとかなるわ。
最後ちょっと一人一人からなんか応援のメッセージをお願いします。そうだね、この場を借りてジョーと出会って2年ちょっとぐらいだけど、まあ出会ってから本当にこの人は尊敬できるところがいっぱいあるな、年下、まあ、ながら年上関係ないけども人格がしっかりしとるし、いつも感銘を受けてジョーとは接しとったけ、俺はいろいろ学ぶことがありました。で、まあ、今後のことはね、まあ、恐れに移住っていう新しい環境に挑戦するっていうことだけど、まあ、ジョーならね乗り越えられるというか、すぐ環境にアダプトして成功を収められると思うけ、そこは心配してない。今はもう本当に今までこの2年間、まあ、ありがとうと、まあ、これからもよろしくっていうのを伝えたい。オリトありがとう。2年ちょっと前にオリトと出会って、でオリトもオーストラリアから日本に引っ越してきて、で結構大変な時期もあって、うん、働きたいってい こう場所があって、それに向かって頑張って、で今それが実現できとって、すごい一生懸命頑張っとって、そういうオリトを見とって俺も頑張ろうと思えたし、うん、ありがとう。いろいろとクリスさんと離れるってことになるけ俺がクリスさんにインタビューしに行くわ。そうだ、泊まりに行くわ。泊まりに行きたいよ。まあ、俺多分ジョーに会ったの、まあ、オリトと同じぐらいの時期だね。お好み焼き食った時期やな。そう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 、ちょうどまあ2年ちょっと前ね。青葉とかいぶきとかなんか日本に来とったんよ、年末年始か。付き合い的にはめっちゃ長くはないけど、まあ、今の YouTube があるのももう、もうジョーのおかげ。本当に先週も企画も全部やってくれとるけ感謝だし、継続するって大変じゃんマジで。でもそれをねやっぱジョーは、まあ、身を削ってじゃないけど、それをこんだけやってくれるっていうのはね本当にすごいことだし、だけオーストラリアに、まあ、行っても、まあ、このままどんどん進んでいくんだろうなっていう期待しかないよね。いい意味でめっちゃ刺激を受けとるけ、ジョーをこう見習って人生を頑張らにゃいけんって思う、うん、マジで。ジョーほどストイックな人間に会ったことないかもしれない。会ったことないね。そんなことない。いや本当学びにすごい貪欲なんよね、うん、それでいて他人にすごく優しいけ、そうバランスがすごいいいなと思う。出会えてよかった。もっとじゃあ悲しくなるよ。今までは定期的に東京組だと撮影場所は絶対有丸動物園の動物園内でスタジオじゃけどさ、来てくれるわけじゃん。だけどその時にもういろんなジョーの情報をね、ジョーの情報をこっちに落としてくれるけどさ、それがなくなるのがね寂しいね。東京組ジョーなしでやっていけるかっていう不安も実はめっちゃあって、ここでジョーに、まあ、心配も迷惑もかけれんけどさ俺ら。ジョーがオーストラリアに行くのには本当に期待しかないよ。頑張れってまあ言わんでもめちゃくちゃ頑張るだろうし、うん、あのオーストラリア組もねさらに魅力的なコンテンツをジョーが発信してくれると思うけど、うん、そこはマジで楽しい。動物をこんなに愛してる人って俺会ったことないからすごいびっくりで、みんな兄弟違うっていいなって思う、うん、まあ、その中でも長男としての確固たるこうものを持っとって、この有丸動物園のスタジオがすごい楽しくて、うん、ありがとう。Okay, so like after meeting you, it's impossible to not be inspired by you. Like you're such a hard worker, especially with YouTube. There's no way we would have this channel without you. Yeah. Because you did a video of editing and you realized how it's so hard, tough and how time consuming and how much hard work it is, and Joe's put in so much effort. I don't know what we're going to do without you, to be honest. I'm kind of worried about making videos with these two. But yeah, like, you're just such a kind person and you always have positive things to say about people and good guy. Thanks, Laura. And we'll miss your nabe parties. It's rare to meet someone with your vibes. You bring a lot of warmth and positive energy, and also when you come into this room we all feel relaxed, and you know it was also good to witness Irma's proposal at the park. That was a special moment. I'll miss you all, but I'm sure you'll be visiting us in Sydney. Yeah. 寂しくなりますね。まあもう言ったらほぼ1年会ってない会ってないじゃん、うん、そうね。しかもジョーにとっては遠距離恋愛っていうかさ、それも初めてだったと思うけど、まあ楽勝ではまあなかったと思うけど楽勝じゃないよね全然。ほんとよく頑張ったなって思うわ。それを乗り越えたから楽しい時間が待ってるということで、うん、この辺にしておきますか。ということでかなりね重大発表でしたよね。そうですよ、ぜひ新しい大家族放送助を楽しみにしておいてくださいということで、はい、この動画良かったと思った人はぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは来週の動画で会いましょう。はい、 We'll see you in the next video. See ya. See ya, Joe. 冗談じゃないぜ。
いおりへ。去年の4月21日にいおりを空港で見送った時はまだ実感が湧かなかったけど、別れ際に渡してくれた手紙を帰りの電車で読んだ時、その文字からあふれる愛情ともうしばらく会えない寂しさから涙が止まらなかった。お互いのキャリアのことを考えて話し合いの結果決まった遠距離だったけど、想像以上に大変だった。コロナで実際会えないことに加えて、いおりの新しい仕事が忙しかったり、俺が LINE でのメッセージが苦手でコミュニケーションがうまく取れなかったり、遠距離にはお互いにとって多くの障壁があった。約1年続いたそんな生活も残りわずか。遠距離で俺の嫌なところがたくさん見えたかもしれんけど、それも含めて俺のことを好きでいてくれるいおりのことが世界で誰よりも好きだ。 Distance makes the heart grow fonder。 離れてみていおりのことがさらに好きになった。一緒にオーストラリアで歩む新たな人生を心から楽しみにしてる。ジョーより。